皆さんこんにちは、椎茸です。今日は初めての自分の車以外に乗ってみたということで、試乗させてもらったわけではないんですが、友人がロータスエリーゼ S 助手席乗りますということで取材させてくれることになりましたので、急遽動画を撮ってみたという形になっております。私が今乗っている、ボクスターと同じように MR ライトウェイトマニュアルということで、どんな車になっているのかとても楽しみです。では早速、イケメンエリーゼオーナーの助手席からお届けしていきたいと思います。本日はこんな感じでやっていきたいと思います。まず最初に登場させていただいて、内外装スペック紹介、そしてもう一度登場させていただきつつ、フィーリングチェックやっていこうと思います。今日は首都高も走ってくれるということで、とっても楽しみにしてました。では早速行ってみたいと思います。はい、ということで今乗せていただいているのは2011年式の、ロータスエリーゼ S です。スーパーチャージャーがついているロータスですね、エリーゼです。まあ、実はなかなか取ろうとしてて、取らせてもらえる機会というのを毎回逃していたので、ちょっと今日こそはということで、乗せていただいて撮ってます。はい、よろしくお願いします。オーナーさんです。ちょっとね、この後実際に車のレビューというのをまずさせていただいて、で車のレビューが終わったら、マフラー音取ったりとか、走行中にね、どういうフィーリングなのかっていうのをいろいろ聞いていければと思います。やっぱ内装綺麗ですよね。なかなかこうエリーゼって乗る機会が皆さんないと思うんで、ちょっとぜひですね、細かいところを今日は高画質で撮ってるんで、しっかり見ていっていただければと思います。まあ、結構個人的に1回運転させてもらった時にうわって思ったのは、このシフトフィールなんですよね。すごい剛性感でカチカチと、そっちで大丈夫です。ありがとうございます。おー、いや加速えぐいっすね。エリーゼ今これスポーツモードですか先生？スポーツモードに。あ、なるほど。なんか結構エリーゼって、まあ1トン切りのライトウェイトスポーツっていうので、あ、こちらですね、1トン切りのライトウェイトスポーツってことで、まあ皆さんよく名前だけは聞くと思うんですけど、いざ実際乗ってみると、まあ、相当軽い影響からによる加速力っていうのは凄まじくて、初速の突き抜けるような G っていうのは普通の車じゃなかなか味わえない感覚っていうんですかね、がありますね。じゃあこの後ちょっと京橋駐車場に入って、車の内外装をちょっと軽く見ていければと思います。はい、ということで、内外装をちょっと軽く見ていこうと思います。これはロータスエリーゼ S の、S3 フェーズ3のエリーゼになるので、まあ、顔がこうやって鋭いのが特徴的ですね。 S3 の前期かな、前期で、フォグランプがついているのはこれ何パッケージっていうんでしたっけ？ツーリングパッケージ。あ、なるほど。ということでちょっと顔がですね、可愛らしくなっております。下も少し覗いてみましょう。こんな感じですね。はい、そして、まあ、やっぱエリーゼといえばこのフロントカウルですよね。まあ1枚で全部できているので、1回ぶつけたら目も当てられない修理費用が来ると。いや本当に後ろから見たところのラインはもう言葉にしがたいものを感じます。前期だと、ライトがリアは4灯になるんですよね確か。なので、まあ、こんな感じのリアと、でこれ確かホイールが単独ホイールになってます。そう、これ一応純正の単造ホイールで、まあ、やっぱこの複数の細かいスポークによる単造ホイール、なかなかかっこいいですよね。全部フルノーマルで特に何も入れてない感じですよね。いや素晴らしい。エリーゼを、あ、B ピラーのここのステッカーのことですね、は前のオーナーさんが、あ、なるほどなるほど。はい、まあ、ざーっと一周回ってみました。ちょっと中身も見てみましょうか。内装をチェックします。失礼します。
ほい。ほい。まあ、内装なんですけど、シートは、これはレザーシートですね。いやー、いいシートだな。これ実際座ってみると、なかなかいいサポート性してるんで、意外に長距離疲れなかったんですよね。そしてもうこのアルミ削り出しのハンドブレーキだったりとかシフトノブですよ。でナビはこれは後付けでアルパイン製のナビをつけてる感じですかね。ナビモニターをつけていらっしゃる。いやー綺麗ですね。はい、内装はこんな感じです。よいしょ。まあ、今オープンにしてるんですけど、普段はあのここのホロをね手動で閉じていただいてて、あ、ちょっとせっかくなんでホロを閉めていただいてもよろしいでしょうか。すいません。普段ホロはこんな感じでリアトランクの中にしまってるってことですね。いやーにしてもエンジンルームすごいっすよね。こうリアトランクのこのハッチっていうんですかね、がメッシュ構造になっていて、トランクからリアハッチからしっかりエンジンのフードが見えるようになってて、まあ、結構マニアックな演出ですよね。はい、すいません。じゃあちょっとホロをつけていただけるそうなので、普段どんな感じでオープンクローズやってるのかちょっと見てみたいと思います。あ、なるほど。まずこのポッシっていうんですかね、ポールを刺して、そこからポールを取り出して、かぶせていくと。なるほど。そしてこのホロを閉めるときに、まあ、こう一回上に乗っけて、そこのロックみたいなのがあるんですね。なるほど。あそこに、はい、あそこをこうカチッとつけて押さえると。おー、なるほど。これで完成ですね。素晴らしい。ありがとうございます。ということで、クローズすると、まあ、こんな感じのサイドシルエットになってます。いや美しい。じゃあちょっとこの後マフラー音を聞いていってみたいと思います。のでエンジンをかけていただいてもよろしいでしょうか。行きます。お願いします。おー、ちょっとまあ屋内なんであれですけど、ほんのちょっとだけ踏んでみてもらってもいいですか。ありがとうございます。やっぱスーパーチャージャーが入ってるって感じの音ですね。一応これは直列4気筒のトヨタ製の 2ZR かなのエンジンを積んでいるということですね。ありがとうございます。 OK です。ということで、おとといも完璧でございますので、ではこの後実際に乗っていこうと思います。すげえ自動でしまった。はい、ということで、車の中に戻ってきました。この後ちょっとせっかくなので、首都高ドライブに連れて行ってもらおうと思います。私は助手席から、映像を撮りつつ、いやエリーゼでの夜の首都高ドライブ楽しみですね。変な人がいないといいですね。本当にそうですね。では、また後ほど。さあ、ではイークラの交差点から首都高入っていこうと思います。よろしくお願いします。いきなり排気音からですね。どっちかのマイクで撮れてるといいんですけど。いいなぁ。いやすごい。やっぱ MR なんで、こう後ろ側にあるエンジンからの音がめちゃくちゃ入ってきます車内に。私なんか背中に振動が伝ってきますね、ちゃんと。MR の醍醐味と言いますか。そして2人乗っているにもかかわらずとんでもない加速でした。一応この車なんか0-100結構速かったでしたよね、割と。 4.5
4.6 秒とか、ちょっと正しくは、はい、後ほどお調べいたしますが、まあ、なかなか4リッターの、2リッターの直4からじゃ想像もできないような速さを誇っております。いや、そしてこういうコーナリングだとやっぱり、このエリーゼってすごい効力発揮します。ハンドリングもそうだし、多分 MR だからこう重心がね、我々の人間に一番近いところにエンジンがあるっていうので、旋回性能ってのは抜群ですよね。そうですね。切った分だけ曲がってくれるらしいです。切った分だけ曲がる。いや、結構そういう車ってこのご時世なかなかないんで、ね、非常に電子的な部分に頼ってる中、この車パワー捨てないですもんね。伊達に重捨てを背負ってます。いや、重捨てですよ。もう信じられない。そしてこのコーナリングもね、画面用意してしまったら申し訳ないですが、カメラも一緒に G に揺られております。なんですけど、結構こういうカーブって G いっぱいかかるのかなって思いきや、エリーゼ乗ってると全然ロールしないんですよね。ボディの剛性もありつつロールが抑えられてるので、非常にこういうカーブ楽しいんですよね。いやー、でもやっぱ走り出したらハンドルは軽いんですか。走り出したらでももう微妙にかじっただけでだいぶ軽いですね。走り出した瞬間あたりが一番重かったり、まあ、バックでの切り返しとか。あ、そうですね。あ、らしいですね。はい、まあ、今日はね、久しぶりの雨続きから晴れたのでレインボーブリッジ行っていこうと思います。いやー、綺麗な夜景ですね。ちょっとすごい威圧感のある2強が、ロールスロイスのゴーストがどいてくれましたね。乗り心地的な部分でいうと、結構エリーゼって硬い、普段の足には難しいっていう意見割とあると思うんですけど、個人的に乗ってて意外に楽なんですよね。地面からの突き上げっていうところは、まあ、もちろん段差はしっかり拾えますし、大きなギャップとかを超えるときは、まあ、ちゃんと体に振動は伝わるんですけど、それでもまずそもそもの姿勢がめちゃくちゃ楽なんですよね。今私これ乗ってて足をこう広げてるんですよ。でそこにこうちょうど足置きがあって、まあ、言ってしまえばこたつに入ってるかのような安心感がなんかあるんですよね。夜景めっちゃ綺麗ですね。素晴らしい。ただ体感の車速はやっぱ車高が低くて目線も低い分めちゃくちゃ速く感じます。でも普段の足に使えないかって言われると全くそんなことはないですね。まあ僕全然これでコンビニ行ってるんで。コンビニに行っている、すごい。これでコンビニ行ってなんかコンビニの縁石とかにぶつけた暁には本当に大変な心の状態で帰ってくることになりそうですけど、いやちょっとじゃあシフトダウンをしてもらおうかな。いい音しますね。シフトダウンがうまいですね。いやちなみにグリッピングアシストとかはないです。フルセルフです。まあ、一応乗ってるエンジンがトヨタってのはあるんですよね。2ZR のエンジンが乗ってるんで、こうトヨタのエンジンで、特に 2ZR っていうと割と乗用車にもともと乗ってたエンジンなんで、こうねスポーティーな感じっていうのはないんじゃないかって思うんですけど、結構スポーティーにしっかり吹き上がるし音がいいんですよね。まあ、なので2ZR だからといって舐めてるとあかんですね。ちゃんとロータスが専用設計でチューニングしているので、やっぱそれだけのパフォーマンスは誇ってます。信頼性っていうんですかね。まあ、なのでこう修理とか結構パーツが届かなかったりとか、よく壊れたりとか、そういう心配っていうのがだいぶ軽減されるのがいいところですね。やっぱ2リッター直4っていうエンジンの軽さっていうのもこのロータスエリーゼたる、まあ、ゆえんなんでしょうね。きっとこれくらい軽くないとやっぱ1トン切りできないですし、現にエキシージもやっぱ V6 を積んでいるっていう関係が結構大きくて、最終的にまあ 1.1 トンを超えている状態なんで、なかなか大きいインパクトではありますね。見てください。
ップ台ができてからですかね、よく閉鎖されるようになったのは。なんかこのエリーゼはウィンカーの音が聞こえないんですけど、なんかそういう仕様なんですか、これは。これは元からついてないですね。あ、ついてないんですね。エリーゼのフェーザ3の後期からはウィンカーの音がちゃんと鳴るようになるんですね。なるほど。じゃあまあ普通にウィンカーを出すとこのフェーズではならないと。そうですね。あ、なるほどね。軽量化の一環なのでしょうか。このコーナー今でも覚えてますね。初めてこのエリーゼ試乗させてもらった時にこのコーナーをハンドリングしたんですけど、なんかちょっとありえねえぞこの車っていうのが正直な印象でしたね。なんかあまりにも曲がるんで、そう、こう曲がってすげえとかいう前にちょっと笑いが出てきてしまうっていう、それくらいよく曲がる車です。 C1 に戻っていこうと思います。あー、今めっちゃいいエンジンのところで喋っちゃった。今から30秒間は外装のフィルターになります。ということで、こちらがですね、つい最近導入され始めた日産の、これはキャラバンですかね、キャラバンをベースとした、パトカーのようです。何人警察官が入っているかはちょっと予測はできないですが、まあ、おそらくとても凶悪な犯人が現れたのでしょう。多分あの中には10本くらいサスマタが乗っていることが予想されますっていう話をしたかったのではなくて、ありがとうございました。あのエリーゼ非常に楽しい車でした。あの助手席に乗っているだけでもこう旋回するタイミングだったりとか、まあ、このエンジンブレーキをかけながらね、こう荷重を、しっかり後ろ側に逃がしつつ、カーブを曲がっていく時の姿勢であったりとか、もう本当に美しいところがたくさんある車でした。で、まあ、こんなエリーゼなんですけど、本当に馬力としては220馬力を発生して、トルクとしても200何ニュートンでしたっけ、まあ、200何とかニュートンですよね、240くらいかな多分を発生しているというもので、まあ、あのそのパワーとしては信じられないくらいの加速をしていたっていうのが正直な感想ですね。で、まあ、これはやっぱり車重がとても軽いっていうのが一番大きなところかなと思っていて、あの今日は2人乗っていて、あの体感している加速なんですけど、普段はこれよりもっと速いわけですもんね。なぜなら、まあ、私体重70キロ分くらいがこう丸々っと抜けるわけなので、そうするだけでもかなり運動性能に差が出てきてしまう、まあ、それくらい特殊な車になってます。まあ、そんなエリーゼですが、オーナーさんの一番のこのエリーゼの魅力って一体どんなところにあるでしょうか。軽さじゃないですかね。とてもシンプルな意見ありがとうございます。まあ、あの軽さが一番ですねっていうところでした。結局車が軽いんで、マニュアル初心者の人でもギアがそこそこ入るし、結構一番運転しやすいかもしれないですね。ハンクラの感覚とかも伝わりやすいし。ああ、なるほどですね。通常の車は全部エリーゼでもいいと思うぐらいの、僕はこの車はマニュアル初心者ではすごい持ってこいなと思います。ということらしいです。まあ、あの教習所の車全部エリーゼだったらどんなにいいことかっていうことなんですけどね。車重って大事な要素なんですね。確かにこうマニュアルを運転するっていうところでの車重、結構重要かもしれないですけど、考えたことがなかったポイントですね。自分も今981ボックスターのマニュアル乗っていて、まあ、それでもなお教習所の車よりはシフト入れやすいんですよね。こうシフトショックがやっぱりエンジンパワーと車重っていうところを考えると結構少なめに済むっていうのが大きいですよね。まあ、なのでこう助手席にマニュアル慣れてない人を乗せるときでも割と初めに乗せやすい車なのかもしれません。まあ、何よりもね、やはりこの軽さを生かした、まあ、コーナリングであったりとか加速であったりとか、こうひらりひらりと舞うように走るところ、それはまあなかなか普通の車では味わえないエリーゼならではの特徴なのかなと思います。まあ、であのエリーゼをこうこれから検討されている方に対して、もし何かメッセージがあればいただいてもよろしいでしょうか。気になるなら迷わず買った方がいいと思います。最初こ結構僕1台目にこの車を買ったんですけれども、おお、すごいですね。ぶつけたらどうしようとか、結構ぶつけると高いとかって言われるんですけど、意外と小さくて結構車両の感覚もつかみやすいんで、まあ、気をつけて運転するのはもちろんですけれども、よほどのことがない限りは外装の部分は壊れないです。で、中の部分もフェーズ3だったら割と多分安定しているというか壊れにくいと思うので、安心して乗れる1台だとは思います。
がとうございます。確かに結構外車って壊れやすいってイメージありますもんね。まあその中でちゃんとしたエンジン、堅牢な作りで意外や意外に壊れないという、まあ、そんなメリットもぜひちょっと活かしてね、皆さん買ってみてもらいたいと思います。はい、ということで、もうそろそろお別れの時間が来そうな感じになっております。やっぱ東京駅のここの桜が咲いているシーズンで奥にビルがある景色ってめちゃくちゃ綺麗ですね。ぜひ皆さんもちょっとドライブに来てもらえればと思います。ということで、あ、帰ってまいりました。マイカー、お、前が空いてる。いかがでしたでしょうか。ロータスエリーゼ S、フェーズ3でした。個人的にもすごく尖った車で乗っていてとても楽しかったです。動画の中で話せていることも限界があるので、何でも気になることがあればぜひコメント欄に残していただければ、オーナーさんに聞いて私が返事してみたいと思いますので、どしどしお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。